はい、それでは始めていきましょう。てかもう始まってますね。第、24回KF98紅白戦スタートします。はい、はい、スタートしましたよ。はい、本日が結構20人オーバーの参加者となっております。はい、そして、1P が1さんで、スピがうどんさんからのスタートですね。はい、先鋒戦は今日の同キャラ琴月からのしっかり返して荒髪が強い。はあ、2番手ルガール、ルガールは非常に珍しいキャラですね。さあ吸い取って、さあレップ剣重ならないがダークバリア、はい、ちょっと扱いが難しいですねこのキャラ。さあダークバリアが当たる。さあジェノサイドが空を切ってもつれる。だあ、追いかける強レッド。まあ、うどんさんがリーチをかけて、一位さんが大将のキム。はあ、キムも、まあ、扱いは難しくてプレイヤー、まあ、使い手が少ないですけどかなりポテンシャルは高いキャラ。足払いから飛翔脚から砲脚はガーキャン前転してコンボにはいけない。さあここは一位が取っておきたいが、さあヒエンザンが出なかったか。あー、そのまま決めてうどんさんがまずは先制。さあ 1P 側28、さあ 02UM 勢ですね。 02M ではまあ、リン・セス、K ダッシュとか、まあ、結構、キャッシュにはいないキャラを使ってるんですが、あ、そう、山崎とかも使ってたけどね、山崎も入れずに、いよりヘビー D、キム、なるほど、あ、うどんさん側はやはり盤石のチーム構成。さあ筐体よりよく見ますが、さあツッコネクが3発目ちょっとディレイをかけてしまう。前転から、さあやはり KOF をやったことないタイトルでもやはりいよりは KOF やってると結構使える部分がありますね。さあ28リードを広げる、投げて、さあ時間もないぞ、最後は前転で距離を取る。さあやはり距離力が高い。しかし同キャラ、あ、やはりより先方捉えてこの状況が非常にやはり2番手苦しくなる。投げが通り、さあしっかりゼロ 2M にはない空中ガードを使いこなして投げ外す。さあうまい。さあしかしうどんさんがだいぶペースを取り戻してきた感じがある。さあ引っかかって、これはうどんさんこのまま取るとほぼ五分の状態に戻るが、うまい、しっかりしている。投げは外して時間がないのでやはり打っていく。花やろうとしただけではないって思うんだけど、さあここで D が出てくる。ヘビ D 使えるのかな、98UM とかでもしかしたら
触ってたのかもしれない。さあ一通りの技は知っている感じがあるが、うわしっかり前へからクレイジーが入る。さあ次2ピ側行こうとしているヤチ、28勝やりたい。さあうどんさんがそれを断ち切ることができるか。 C で暴れて、さあやはりジャンプ D、 ジャンプ C ですね。二段技かなり頼りになる。無敵投げで切り返しゲージを貯めて置き攻めが前へ中段。さあ今度は一瞬屈伸を入れたのか。まあ、しかしやはりこの単純なこの牽制の差が結構ある。さあ中に入っていけるか。リードは下段を前転して死投げ。さあ苦しくなってきた。ああ MB 強い。最後突っ込んでくるときに止める技としてはかなり最適ですね。そしてキム、さあ02系のキムとはかなりキャラクターの性能は違いますが、使いこなすことができるのか。対象戦無敵投げ、これはタクを迫る。前転で回避して投げ。さあ接戦。さあ28知っている。おお、ここは綺麗に最後決める。自分でも驚いている。さあそしてヤチ、同じ立川勢でゼロニエムでいつもしのぎを削り合っている中ですが、さあやはり98勢じゃない人が98をやるときによく選ばれるチームですね。この3キャラ、伊織大門、浦代、今度は28先方にヘビディ。ゲージがないとちょっと火力面でも不安が出てくるが、というより守りがきつくなるかな。あしかしうまく攻撃を当てている。あマグロで対空して今度は鬼焼きで対空する。さあしっかりしている。前転をとがめて、さあ今度はジャンプ B に切り替える。さあ出てきた浦社、まあゲージは2ゲージ十分ある。さあ無敵投げからジャンプしてからタクを迫る。もう1回。さあ2人とも98ほとんど知らないことだらけだと思うんですが、しっかり置き攻めとかはこう形になってますね。しっかりね。さあ厳しいジャンプに下はガード。さあ吉人さんからアドバイスが入る。さあより浦社、一回乗っかられた時が浦社側かなり苦しくはなりますが、さあごちゃったところに無敵念が刺さり、さあこの氷卓かなり強力。さあこれはやりすぎたか。しっかり八乙女まで入れて、さあ段階不能なので置き攻めが一旦落ち着き、さあけどこうしてみるとかなり98っぽい対戦になってますね。さあ非常にいい勝負。あーっとこれはジャンプ飛ばし先端強い。さあダイモンやっていなくても技を振ってるだけでかなり強いキャラ。うまい暴れ潰しからさあめくったのかどうなのか。
あ、マグロが漏れたところに MB でしっかりとがめる。さあこれはおっと投げが通って裏向きなのでめくれるが地上につながらない。もっとしっかり屈伸で避けて、発動する。発動はちょっと危ない部分もあるが、それが裏目に出てしまうとまずいが、あーだー消費だったか。投げも通ってしまう。中段押っせあー走り込んで勝負に行ったところに足払いが置いてある形で28勝利。これはやち悔しそう。さあ 2P 買っちゃそう。さあ早くも買っちゃそう登場。久しぶりな感じがしますね。え10ヶ月ぶり、そんなにだっけさあこれは28側相当きつい戦いを強いられそうですが、まず98をやってない人がまずこの千鶴がねやってても厳しいキャラだから、これをどう対処すればいいのかっていうのが多分わからないと思うんだけども、おおしかし先手を取ったのは28だっと、ここは見せてしまうが十分なダメージを奪っている。さあガーキャンして下がって千鶴を下したのは非常にでかい。だ苦しいピヨッタが、さあ2回でピヨって即死。さあ先方の活躍が無に帰してしまう。さあ飛燕山は当たらない。落として、さあ相打ちになって投げを外す。さあ相打ちが続いているが、あっとよくわからない技が燃えてしまう。なあエンディ苦しい、エンディでそうだよね、走ったところに置いてある感じですね。さあイオリどうキャラ、さあイオリは一発でどう転ぶか分からなくなるので、まだカッチャソ側も油断はできないといった状況。いやー苦しい、だーえぐいな、あ繋がらない。さあいやーやはり強い急圧でカッチャソ、最後 ND で冷たくフィニッシュ。1P 側はヒーさんでいいのかな、だよね。さあお互い非常にバランスの取れた構成、まあ、強いて言えばヒーさん側がこの裏クリスがこけてしまうと、まあ、機嫌にもよりますが後がちょっとまずいことになる可能性がある。さあそんな言葉とは裏腹に先手を取っている。あー痛い、めくれている。さあいいめくりが入ってほぼ P 勝ち。さあこれ千鶴が出てきますが、
さあクリスガウはクリスチズルは、まあ、そこそこ多分いい勝負だと思うんですが、チズル側がちょっと攻撃当てづらいですね。さああとはしゃがみ B、 クリスのしゃがみ B にガーキャン吹っ飛ばしが当たらないので、結構近づかれた時もガード手段が防御行動が難しいですね。そう、あとは打つをスラで潰されたいと、いろいろ千鶴側も楽はできない組み合わせですが、しっかりしている。さああれは対策の一つ。さあ時間をお互い目いっぱい使っているが、スラが刺さって、さあ取りに行くカッチャスだが、ここはタイムオーバー。さあ一気に対処裏しろ。さあここは体力温存してしのぎたい。さあ残り0ドットだが、裏しろ側は削る技がまあほぼないので、何かを当てなければいけない。さあ小判が当たる。でダイモン、さあしかしゲージがゼロ。まあ、基本的にはまあ当て身とかいろいろありますが、牽制の相性は、まあ、やはり浦井城がリーチもあるんで結構分があると思うんですが、すごいとこ潰れる。それをガーキャンで切り返して攻めに転じたりするパターンが多いんですけど、ゲージがダイモンがないのでそれもしづらいか。そう、うまい。うわー、1。さあカッチャスと粘りを見せて対照戦、同キャラ発動。これはあるな、一回転んだり投げが入ったりすると危ない。ああ、うまい。ああ怖すぎる。さあジャックマンで暴れて、くわったー。カッチャスが逆転している。さあよく見る光景だ。投げに行ったのはカッチャソー、大逆転。すごいな今の。さあ 1P が慎吾さん、慎吾あと4月6日大山ニュートン98 KF98 大会。さあ大山ニュートンさんでついにまた、昔結構ランバダとかねやってたんですけど、また大会を開いてくれるそうで、4月6日ですね。皆さんよろしくお願いします。ということでスタートしていきましょう。さあやはり慎吾さんといえばこの白いアテナ。さあ千鶴ともおそらくだいぶやり慣れてはいると思うんですが、ちょっと苦しい状況か。あ、うまい。さあガーフを避けて、これはカッチャソが美味しい。さあジャパンを釣って、あ、うまい。ディレイ前へ中断。C 前 A のところを C の部分をリバハイして前をすからせるっていうのがあるんですけど、これよくあるあるんですが、今のさっきの状況だとそれもできないですからね。死んじゃうから C 横だったら。さあ今度はガーキャン前提に切り替えるが、だいぶ体力を減らされてしまった慎吾側。あ、うまい、よく見てる。こうなると苦しいが、投げで切り返してボニーを打って、そう、これがあるからね、エボニーもちょっと効力が薄い。そのまま封じられて、
苦しい、必殺技が打てない、苦しすぎる、これは詰んだ、今のはもうガードした時点でどうしようもなかった。さあここでヨシヒトさんがワンピガーですね。はい、よりダイモン、裏クイス、盤石のチーム構成。現在のこの98で最も最強に近いチーム構成なんじゃないでしょうか。あー苦しい、苦しいがリバイで、あうまいな、さあ一気に追いつく。さあ千鶴だいぶ爆発力が強いキャラなんですが、うまいな。ただこの天敵ともいえるイオリがね、まあ、ネックなところですね、千鶴使いは。しかしここはうまく取っている。あまずい、これはまずい。さあピンチ、よし人側なんとか切り返したいところ。うまい、当て身から、さあ前転で回避して、ここはとがめきれない。さあ隣の9足の台では連打音がすごいが、これはさあなんとも難しい状況、打つが引っかかる。最後相打ちになってなんとかダイモンが立っている。しかし0ドットから10秒台での回復なので体力はわずか。あヤイン払い、ヤイン払い、あうまっ、マジで今の。さあ強気に突っ込んで、あーゲージを使わされてしまう、今のは痛い。さあ大将裏クリス、さあこれはちょっと技の相性が裏クリス側あまりよろしくないとよく言われますが、うまいな、ここはしのぎたいところ。内が通って、およくワードした今の。さあ苦しい、ガッチャそのイオリが強い、苦しい。やめろと叫んでいるが、だーやめてくれない。あー冷たくガキャンで終わる。さあ牧島出さんかな、さあ、試合の方はキム対千鶴。いやー開幕フジアイル、こうなるともうほぼ千鶴の勝ちパターン。おっとしかし投げで返す、これお見事。さあなんとか一面を取り留めた感じですが、さああの NC はおそらく打つを潰すための NC。あっ、ああいう場面恐怖よくありますね。当たったから一回黙るだろうと思って一瞬様子見して崩しに行こうとするんだけど、相手がもう技をこすっているっていう。あー苦しい、あー割れてしまう、苦しすぎる、いくらダイモンとはいえ。だー
大将に据えているのはマリー。これは相当苦しいな。ゲージがもうちょっとあればマリーも結構ね果敢にダメージを取れるキャラではあるので、それに希望を託したいが、シーズルが冷たい。さあ投げが通ってしまう。遠心にバケルが当たって、ガーキャン冷たすぎる。あっ、投げが届かない。ああ、ワンピーがついて長老、ミルルン長老、さあ男らしいチーム。さあクラーク対スズル、これもやはりどう技を潰すか、クラーク側どう近づいていくかが鍵となるんですが、ああ苦しい。これそうですよね、ガーキャンしてここで多分あ割れるが、いいとこで割れる。ああ苦しい。しかしああやはり3回目に3回4回崩すチャンスがあるのが危ない。そうなるとこのラルフも同じような展開にさせられてしまうことが多いですが、なんとか切り返しを図りたい。あ、うまい。しかし着実に一発一発当てていく。ああゲージがまだないのでこれはしのがなければいけない。ああ苦しい。あうまい。あうまく位置を調節して、あーここは投げ、はあ、よくしのいだ。中堅戦ラル2人より、さあちょっと裏回りを意識してしまったが、ああ苦しい苦しい。さあ終わらないが苦しい。ああ引っかかってしまう。そしてチャン、できればおそらくミルルンだ、ミルルン側裏社とやりたかったと思うんですが、これはイオリは天敵の一人。あなんとか D 投げで切り返してだ、苦しい。おっとこれは漏れてしまう。しかしゲージがない。さあ前転から D 投げが通る。さあ連打合戦、なあ冷たすぎる。これほぼ罪じゃないか。走って走って、おおマジか。さあなんとかなんとか取り返して、これゲージがね逆だったらワンチャンだったんだけど、これは苦しいなさすがに。まあそうだよね、そうなるんだよね。苦しい。ああ苦しかった。しかしよくあそこまで粘りましたね。はい、お願いします。あペンギンさん、ペンギンさんがワンピー側ですね。
さあカッチャソの連勝が続く。 1,2,3,4,5,6 連勝。さあペンギンさんもかなり渋い構成ですね。親父が2人。さあ最終よりたくま。さあ開幕闇払いが刺さって、まあ、最終も結構いろいろ揃ってて悪くないキャラだとは思うんですが、まあまあそれよりねもっといいキャラがいっぱい強いキャラがいるっていうことなんでしょうけど、さあこれでなんとかまあ一安心、一安心でもないですけど、とりあえず1ゲージ貯めればっていうところありますね。対しずるは、あーしかし払った挙句に封じられて終わる。あ、そしてイオリ、さあイオリはやはりこの闇払いがかなり千鶴に対して有効なんですが、まあ、千鶴のフルコンもし飛ばれた時がね相当危ないので、ここに注意しながらっていうのではあるんですけども、それ以前の問題になってしまう。千鶴にこうなるときはねもうそうですね、キャラはあんまりそこまで関係ない部分はありますね。さあタクマ1枚で3枚、あーなんだなんだ、位置が入れ替わって確定しなかった。あしかし千鶴側もゲージがない。あうまい、よくくぐった。あこれはこのまま決まればまだあるない。さあこれはペンギンさんがだうまい。さあ相当乗りかけていたんですが、いよりよこの抑止力凄まじい。あーしゃがめなかった。なあ前転も冷たくとごめる金鋭しゃがえ。さあワンピーラッシーさん、さあカッチャソの快進撃、これをラッシーさん止めることができるか。さあああ危ない、あのスラがちょっと危なかったですが、そのままコンボをもらって D で暴れる。うまい、カウンターヒットからの中段のまでの流れが非常にスムーズですね。もう届いている。炎は好転、スラに刺す、スラを刺す。さあこの組み合わせ先ほどもありましたね。これってどっちが有利ですか。やっぱクリスっぽいよねちょっとね。ああなるほどなるほど、確かに鈴川はそうだね、対空がね。あガフ、そうですね、鈴川がいかに落とせるかっていうのはだいぶ大きなポイントですね。ああなるほど、確かにそうスラーもめんどくさいんですけど、こういうの対処もあれですね。
さあそんなこと言ってる間にカッチャスのキスするが、あった、くあー苦しい、ダーキャンでなんとか返すが、あーうまいな、千鶴が盛り返して一気にラッシー大将裏後ろ、これは千鶴体力は少ないので早めに決めたいところ、うまい、さあ勝負のダッシュコーナーが刺さる、これ大将戦は同キャラか、これもまたなんとももどかしい対戦ですね。あの NB が確か当てても確定だっけ、お互いの NB がね確定し合うので難しいんですよね。そこを NA で潰したりいろいろあるんですけど、1回リードされると非常にきついですね。リードされた側は走り込む、だーよくある、よくあるよ、下がって、はあ、あーもうわかんない、ガキャン、うわーマジか、さあ勝負のダッシュ禁止、